あたか。源平合戦後、兄の頼朝に狙われた源義経一行と、武蔵信坊弁慶は山伏の姿となって逃げましたが、頼朝は国々に新しい席を立てて、山伏たちを厳しく調べるように命令し、加賀の国あたかの席には富樫の何がしが関守を務めていました。義経一行はあたかの席を先に見に行かせた剛力からの報告を聞き、弁慶は義経を山伏から剛力に変装させ席へ向かいました。しかし一行は富樫に怪しまれ、通行を止められます。弁慶は東大寺建立のための勧進山伏だと名乗りますが、富樫は全員をこの場で切り捨てると言い放ちます。すると弁慶たちは命がけの勤行をしたり、往来の巻物を勧進帳と見せかけて読み上げたりして、なんとか通行の許可を得ます。ところが最後に通った剛力の姿の義経が怪しまれ、通行を差し止められてしまうのでした。困った弁慶は剛力と見立てた主君義経を散々に打ちのめしましたが、それでも通行を許さない富樫に山伏全員が気迫で圧倒して、なんとか通行に成功します。関所を離れると弁慶は先ほどの非礼を義経に謝りますが、義経はそれを弁慶のせいではないと慰めます。そしてさらにこれまでの不運や苦労を語り合っていると、そこに先ほどの非礼を謝ろうと富樫たちが酒を持ち現れたのでした。弁慶一行は油断しないように身構えますが、そのまま酒宴となり、弁慶は延年の舞を舞います。鳴るは滝の水、鳴るは滝の水。しかし舞い終えるとすぐに一同は席を立ち、陸奥の国へと足早に下って行ったのでした。